英雄星チャンネルの時間です。若藤です。西です。はい、さあ巨匠、今日は満を持しての、これはもう日本の文化ではもうなくなり、はい、世界の文化になった。そうですね、はい、天下のドラゴンボール、はい、あのフランスのコスプレなんかもドラゴンボールネタがめちゃくちゃ多いらしいですから、フランスでドラゴンボールが人気だという、はい、そうですね。はあ、まあ、日本のアニメはもう全世界の人がね言ってますね、もう素晴らしいって言ってるの聞いてますけど、はい、まあ確かに子供に人気あるのは分かりますよ、はい、でも大人が見てもストーリー性がすごいじゃないですか。そうですね。それとあと格闘技、格闘系、あとアニメのレベルっていうんですかね、演出もすごいですよね、はい、なんと原作者は鳥山明さん、明先生ですか。あの元々は看板屋さんで、まあ、それだけにデザインセンスがすごいんですよね。で書き込みがめちゃくちゃ細かいですよね。もともとそういうデザインからこう作られた鳥山明先生の絵っていうのはやっぱり昔から有名だったんですか。そうですね、あの徹子治虫先生が、あの大友克洋さんとか、まあ、古くは水木しげるさんなんかに、あなたの絵は私は描けるよって結構挑戦的なことを言ってたんですが、ある会場でちょうど一緒やった時に鳥山明先生に、君の絵だけは僕は真似ができないって言ったらしいんで、ちょっと手塚治虫には無理な世界ですよね、まあ、天下の手塚先生でもこの絵は真似できないって言われて、はいはい、で当然ドラゴンボールはまあ7つのボールを集める旅ですよね、はいはい、そうですね。でいろんなことをやって、まあ、有名で面白いんですけど、その前にちょっと有名な作品もありますよね。はい、あのドクタースランプあられちゃんという、あられちゃん偉大な作品があるんですけれど、一世風靡しましたよね、はい、あのあられちゃんの眼鏡、はい、未だに大きいトンボメガネのことをあられちゃんメガネって言いますよね、はい、でそこにヒットがあり、まあ、今も続いてて、はい、でドラゴンボールに手がけられて、はい、まあ、私はあの大好きなその後にドラゴンクエストのキャラ設定も、あれも独特ですよね、はい、全部ロングランなんですね。鳥山先生が住んでることによってその県の税率、税金が変わったっていうんですよね。収入が稼いでおられてる、稼いでおられるってことですね。ちなみに、まあ、これ孫悟空のキャラ、はい、ドラゴンボールですけど、敵役もいろいろなキャラいますよね。いっぱいね、いましたよね、はい、あのフリーザーとかブローリーだとか、あのでも実際知ってます、ドラゴンボールのキャラクターって全部冷蔵庫に関係あるもんだっていう。冷蔵庫だってフリーザー、そうでしょ巨匠、まさかクーラーっていうの出てくるけど、じゃあ冷蔵庫に関係したキャラクターがあるから、今日はこのペプシの冷蔵庫の前でそういうわけではないですけれども、あの収録してるのかなと思った。いや、そう、もうなんか実は飲みたくなったりじゃないですか。そんなわけないじゃないですか。もう抜き方忘れたことないですか。これまさか道後温泉のビル、はい、この、ね、ペプシの自動販売機、はい、これね、みんなこれで抜きたがるんですよ、線を。これね、抜き方がね、なんかね、もうコツがあるの分かったら気持ちいいんですよ。こちらの方にやって一発ですよ一発でしたね、今日は。すごいわ、これ置いとる場合じゃないですかですね。素晴らしいドラゴンボールの話を聞きながら、失礼して、コーラを。あ、巨匠はコーラで、はい、もう飲んじゃいますよああ、いいですね。これはうまい。もう毎回ドラゴンボールしますか。いや